チェーサーミルクってのはいないですか。初めてです。あ、そう、はい、あのカウボーイがさ、はいはいはい、あのバーに入ってミルクって頼むじゃない。あれミルクはチェーサーってことなんだよね。なんかそれはヤバなやつっていうことじゃないんだよね、カウボーイが、うん、まあ確かにあれだよ、ミルク飲むとさ割り押しだよ。そうですねあ、いない他に。いないですね、チェーサーで。多分バーは飲む前に、ええ、飲む前に乳製品取って胃のにちょっと粘膜作るみたいな。あ、それよく言いますよね。言いますね、割り用しないためにってね、はい、だけどそんなことやるのも一緒に飲んだのが一番そうですねこれはだからあれだと思うよ、 いないのかね。ああ私そういうことをうんちく聞いてさ、それでそうかなと思って、まあミルクか炭酸ね。ああ炭酸の方いますね、うん、あのウィルキンソンの。ああはいはいはい、炭酸についてはウィルキンソンでなきゃダメだっていう勝手に決めてんだよねそんなこと言いながら酒の味は分かんないなっていうのはおかしなやつでしょ要するにね、そういうカッコつけたがり屋なの。味なんて分かんないんだからでもね、あのチェーサーでね、ミルク、あの牛乳使うとね、すごいまろやかになるんだよね。あ、なんなのね。あ、一人目なかった。じゃああれか。一人目になるわけだ。変なやつ一人目になるか、まあ結構分かった人が一人目になるか、違いが大きいね。バーボンが合うと思うね、おそらくね。バーボンってちょっと甘口じゃない、うん、そうですね。そうするとミルクは合うと思うね。だからカーボーイが言ったら僕は間違いじゃないと思うね、うん、チェーサーってあとは何が、まあ、炭酸はあるけどね、あとは単なるミネラル、ミネラルが一番多い。口の中は同じだけどねそうですね。ビールをチェーサーで飲む方は、あ、それはあるかもしれませんね。ちゃんぽんが悪いとかなんとかって悪いようにするとか言ってたけど、ビールは何でもあっちゃうね。そうですね、ね、真っ暗でも雲がいっぱいだから星なんか見えないもうすぐ雨が降るって感じだね、うん、明日はあれだよ、あの雨が降ってもいいんですよ。私は今日あの JR 東海の爽やかウォーキングのいろいろ歩いてるところをね、こう撮影したから、それの編集してね、はい、YouTube に上げるんですよ。へー、あのね、昔はね結構爽やかウォーキングを YouTube に上げた人いるみたいだけど、ほとんど今いないんだよね、うん、あの
昔はものすごく盛んだったらしい。だから今回またこれコロナ明けだもんだからっていうこともあるかもしれないんだけど、はい、参加者が激減してるんですよね。あ、だからね、僕はだからそれを上げてさ、うん、こういうもんですよってみんなに紹介してやってさ、俺別にね、JR とか好きじゃないんだけどさ好きじゃないんだけど、こんな新幹線高い料金取ってるのが好きじゃないんだけど、まあそうは言っても一生懸命やってるもんで、うん、ちょっとまあ少しでも応援できたらかなと思ってやってるわけ。あの YouTube でね、検索するときさ、JR 東海爽やかウォーキングってやって、それでね、あの比較的新しいやつってやるとね、私のしか出てこないですよ。いやこの前やったやつね、誰も上げてなかったんでびっくりしたね。びっくりした。何なのかなと思って、僕の 目の付けどころがいいのか、全くまた忘れた方でやってるのか分かんないけど、別にこっち商売だったわけじゃないからね。そうですね、うん、楽しみでやってるんだから別にいいんだけど、だけどうまかったね、俺誰がそういう好き者がいるのかなと思ったの変なライバルがいるからライバルいないんだよね今のところ独占だね。あのこの爽やかウォーキングの、まあ、静岡県なんだけどさ、はい、これを撮影して載せてるのは、だから人と何かやったらダメなんだね。だけどこれが当たるか外れるか別にしてさ、こっち別に商売関係ないもんだから、だからそこら辺が自由できるだよね。だから切実な人ってあれだね、商売大切な人はさ、よく下品なことやったりするじゃない。あんな下品なことやってやりたいのかっていうと、お前は何なんだって思われるじゃない。本当にね、人に嫌われるようなことやってアクセス増やそうってやつもいるんだよね。嫌だね。まあそういうのは、でもね、そういうのがだんだん広まるだよな。本当に嫌です、ああいうの。もう日本人のモラルダウンってすごいね、最近ね。ですね。本当に日本人はどうなっちゃったんだって感じね。もっとお前ら気まじめでさ、本当にね、容量悪くてさもうね、一生懸命やっていくっていうね、汗流す姿があったじゃない。今の若造はダメだね。今の若造はダメっていうか、若造を影響してるのは政治が悪いんだよね。あの安倍っていう人がいてさ、あいつ嘘ばっかついてたじゃない森陰桜ね、はいはいはい、あんなものをね、明らかに悪いでしょ。 あんなものはっきりしてるじゃない。あれをさ、何か知らないけど証拠がない。だからあれがね、はい、なんか悪くてね、証拠がなきゃ何やってもいいのかっていうことで、うん、いや逆もっていうのは証拠はあるんだけど、うん、バレても何とかすればいいのかって言ってさ、そういう風潮ができちゃったんだよ。で、悪いことは悪いことだっていうことを教えられなくなっちゃったんだよ、教育がね。悪いことは悪いことなんだって教えればいいじゃんね。バレるかバレないかはまた別の問題でね。で、それでバレたやつをどうやって隠そうかっていうのもため、これもまた別の問題ですよ。そういう、ものすごく悪くなったね。だから数字で表れてるもんね。民主党時代の報道の自由度ってのはさ、20位だったんですよ、世界20位。まあ71位ですよ。で、71位を倍にするとね、ロシアです。要は報道の自由が悪くなればなるほど変なことをしだすわけ、権力者は。だから報道の自由って一番大切ですよ。平和を救うんだったらさ、武器買うんじゃなくて報道の自由を上げた方が、うん、高いですよ、うん、だって日本軍ってあれだよ、今でこそさ、自分たちは被害者みたいなこと言ってるじゃない、うん、これから戦争が始まればさ、中国にやられる。お前らあれだよ、日本軍ってさ、中国と戦争やってた時さ、人体実験やったんだよ、うん、
人体実験やるような国だに、うん、今あれだにロシアがなんだなんだって言ってんだけど、お前らそれぐらいのことやってたんだに、うん、今でこそさ、なんかねもう忘れたような格好して綺麗事言ってるけどさ、だから人間ってね、どんな人間だってね、そうなるとやるわけよ、うん、苦しくなったらね何でもやるの、うん、やったよね、あのなんだよ松本清張のね毒、なんか帝国銀行なんとか事件ってのは、あんなものあるでしょ、そういう細菌兵器を作ってた奴らがやった事件だっていうことを前提に作ったんですよ松本清張はね。でやってたんですよ、戦争になるとね、あの要するに平時で考えたら悪いことってのは悪いことになくなっちゃうわけ、目的達成のために正しいことになるわけ、そこが怖いの。でそういうのをさ今になってさ言うとさ、お花畑だとかなんとかって言うけどさ、お前らさ生き残ってるだけでさ、やったことなんなのってねえ、飛行船が来りゃお前、いやあれどこやったのかなって、あれは中国やったって分かったじゃんね、なんだろう、緊張感のなさっていうかさ、そこに緊張感持ってほしいよね、変なもの来たら喋るっていうかさ、何かね、生きがってれば強いと思ってるわけよ、強がってれば強いと思ってるわけよ、でそんなやつが最初に逃げるのにだって僕らもうそれね、第二次世界大戦で経験してるじゃない、強がってるやつが先に逃げたっていうのはさ、我が国の伝統、何それ、何なのかねあれ、あのね、自分たちが被害者になるばとだけ考えちゃいかんですよ、自分たちが加害者になったこともあるんだよね、だからといってね、でも昔のことを反省しろとかなんとかっていうことを強く言うんじゃなくてね、可能性はみんなあるんですよ、アメリカだってそうじゃん、アメリカだって民主主義の国だと思ったんだけどさ、変なやつが大統領になっちゃったじゃんあれ普通考えられないに、アメリカの日本人の感覚からすれば、アメリカだったら民主主義が日本にさ植え付けた国だに、だけど自分さえ動きゃいいってことでしょ、あいつは、あんなことありえないことですよ、でだから信用してるアメリカだっていつそうなるか分かんないわけですよ、いい、まあ本当怖いね、なんかね、何でもそうだったら自分たち被害者が我慢になるだけっていう前提で考えちゃいかんですよ、自分たち加害者になったことあるんだもん、いい、現にあるんだよ、そういうこともすっかり忘れてるじゃない、だから報道の自由って重要ですよ、自由に報道できるってことね、だから世界71位ってのはすごい、報道の自由って韓国よりも下がり、韓国ってのは変な国だと思ってるじゃない、僕ら、だって大統領質問えてるから、だけどその国の方が報道の自由があるんだよ、ひどいね、いや報道の自由だけを守るっていうことをこうなんていうのかな、前面に出した政党が現れたらそこに投票するけどね、なんでガーシーみたいなのができるんだに、あれ報道の自由がないもんで、ああいうやつがこうチクるじゃない、いやチクるってのはね悪いことじゃないんだよ、いいことなんだよ、あだってみんな知らないことを教えるだもん、なんでガーシーがあんだけ取ったのと、あの票を取ったのかってみんな分かってないんですよ、要するにね既存マスコミに対するね不満があるんですよ、分かっててもやんないんだと、お前らあの強いものの味方なんだっていうことでもっとやってるじゃない、だからそれがね報道の自由71位ですよ、
あれなんか出てこないからけしからんとかなんとかって言ってるだけのことでさ、うん、関係ねえじゃん。だってそう、だからそれ以上ってできないでしょ彼に対しては。出てくるなって言ったって出てきてないと思うんだよね。それ勝ったらもうだから居直ったやつには勝てないと思うね。